はい、こんにちは。アイフルホーム増田店の営業の中島です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、島根県増田市高津5丁目にあります販売型モデルハウスをご紹介いたします。周辺環境ですが、国道の191号線から1本中に入った増田市道に接道している宅地になります。周りにはですね、山田電機さん、メガネ市場さん、お寿司屋さん、ウェルシアさん、エディオンさんとかですね、歩いてお買い物ができる便利な立地になっております。今回コンセプトはですね、ペットと子供に優しい平屋というところで、 3LDK 約 25.6 坪の住宅になっております。このお家のですね、ポイントとしましては、一つがペットと家族が快適に暮らせるように工夫した間取りです。で、二つ目がノースフォレストをイメージした内観。3つ目、勾配天井で開放感のある LDK。 4つ目、リビングと庭をつなげるウッドデッキ。5つ目は収納計画と家事動線になります。それではご案内いたします。土地はですね、約 84.4 坪になります。北側に増田市道が通ってまして、北側に駐車場約4台分が駐車できるようになっています。そして敷地の真ん中に建物、そして南側に庭といった計画になっております。そして東と南にはですね、畑がありまして、西側には平屋の住宅が建っております。その周辺環境を考慮したプランにしております。外観になりますが、今回片流れ屋根になります。そして軒をですね、約600ぐらい出しております。それでサイディングになりますが、ベース外壁日波のフラットオールのアグレア MG ピアホワイト、そしてアクセント外壁がリーガストン調のランダ MG グレージュとなっております。このホワイトとですね、グレージュ、そして木目を使っておりますが、流行りに左右されずですね、周辺の住宅にも馴染んだデザインになっております。ここに木目調のアルミ格子をアクセントにつけております。これも目隠しを兼ねて設置しています。こちらにはシャワー、お湯も出るようにワンちゃんのシャワーだったりとか、お子さんの水遊び場にも使うことができるようにしております。玄関アプローチですが、こう屋根がしっかりかかってますんで、夏の暑い日とか、ここにプールを置いてですね、水遊びすることもできます。そしてここに玄関の横になりますが、フックをつけてますので、ワンちゃんのリードをかけてみたり、そしてお買い物袋をかけて、玄関ドアを開けたりというふうに使っていただけたらと思います。それでは室内をご案内いたします。今回はですね、リクシルの L ブーム2 L64 型のチェリーウッド片引き戸を採用しました。玄関入りまして、左手が玄関の土間収納になります。樹脂製の棚と、あと服とかカッパとか傘とかかけるパイプをつけています。そして玄関がありまして、左手がリビング、そして右が居室、そして正面が脱衣室になっております。こちらがリビングになります。約 16.6 畳ですね。リビングの内観はですね、ノースフォレストをイメージして、セージグリーンとかですね、あとデンタウォークの建具を採用して、ちょっとほっこりとした空間にしております。あと勾配天井ですね、照明は今回間接照明としまして、優しい柔らかい光にしてシンプルな空間になっております。で、家具もノースフォレストに合わせまして、明るい木目をコーディネートしております。そして家具のレイアウトですが、こっちがソファーになります。で、このソファーを座った位置からキッチンで、料理を作っている奥様とですね、くつろいでるお子さん、ご主人と目が合いながらですね、料理を作ることができるようなソファーの位置にしています。そしてダイニングテーブルはキッチンの横につけておりますので、料理の準備とか片付けがしやすいと思います。
そしてその奥にベッドのですね、水飲み場とかトイレを設置します。でこのリビングとのこのベッドのトイレ水飲み場の距離感がですね、ワンちゃんにもストレスを与えないような距離感で、設計をしております。この窓ですが、幅が約 3.5m、 高さが 2.4m、 4枚引き違いで非常に大きな窓になっています。奥行きが出て乗数数字以上の開放感が出ております。この大きな窓を開けますとウッドデッキがありまして、広い庭にもつながっています。続いてキッチンになります。今回はリクシルのシエラ S、 色はソリッドホワイトになります。そしてキッチンファニチャー、こちらもですね、家電収納タイプのノクトを採用しておりまして、色もキッチンに合わせてソリッドホワイトを採用しております。キッチンと、リビングですね、ここは極力建具をつけていませんので、このキッチンの周りをこうぐるぐるワンちゃんが走り回れるというところも、ペットに優しい、子供に優しいお家の一つの提案となっています。キッチンからもですね、ソファーとのつながりで、ダイニングテーブルとのつながり、そして視線が庭の方に抜けますので、料理している時も開放感、そして家族とのつながりができる間取りになっています。続いて脱衣室になります。物干しをですね、固定タイプ、昇降タイプのホスクリーンを設置してまして、この脱衣室は天井高くしてますので、洗濯を干すときに昇降タイプは上に上げることで動線の邪魔にならないような、そういった工夫もされております。脱衣室での洗濯を干したときに風が通るようにですね、この縦具の上に内窓をつけて、そしてその反対側に横滑りのサッシをつけてますので、部屋の高いところで風の動きができるようにしております。こちらが浴室になります。リデア M タイプ1618のアクセントパネルですね、正面の色がランダムウッドを採用しております。続きましてですね、この脱衣所のドアを開けますと、続いてますのがウォークインクローゼットになります。約 3.6 畳になります。で床はですね、リクシルのラシッサー D フロアの耐水ペットタイプになっております。耐水性と抗菌性がありましてですね、ペットの足滑りにも配慮した表面仕上げになっているようです。ここのくぼんでいるところは、ペットの水飲み場とか、あと食事スペースとかですね、家族が誤って足をぶつけないように奥まったスペースに配置しております。でその上の、引き出しが、ペットのグッズを入れたりとか、こちらもですね、収納できるように棚を設けております。こちらにですね、ワンちゃんがリビングとかキッチンに入らないようにゲートを作ることも可能になってます。続いて、洋室になります。約6畳の居室になりまして、ここにも吐き出しのドアをつけてますので、ここからもリビングに出れるようになってます。続いてトイレをお案内します。はい、トイレになりますが、リクシルのベーシアフチレスになります。洗面化粧台になりますね。クレビーになります。幅は750センチとタイプになっております。色はライトオークを採用しております。続いて子供室になります。約 4.5 畳が2つありまして、将来的にここに仕切りをすることで2部屋になるという計画になりますので、あらかじめ入り口を2つ設けております。そしてこの子ども室には収納を計画してません。その代わりに廊下を出たところに2部屋共有のウォークインクローゼットを計画してあります。じゃあ庭をご案内します。この庭はですね、約84坪の敷地に26坪の平屋を建てて、車が4台ぐらい止めれてというところで、残りこれぐらいの庭が取れます。そして東と南側には建物がないので、特に冬場なんかしっかり午前中の光を室内に入れることができますので、とても暖かいリビングになります。
そして逆にですね、暑い夏とかはですね、この洋室になりますが出っ張った部分、これが西日をカットしてリビングに優しい間接的な光を入れてくれるので、このウッドデッキでですね、まあ、影になりますので、非常に心地よいくつろぎの場になるのではないかと思います。以上でルームツアー終了です。いかがでしたでしょうか。今回はペットと子供に優しい平屋ということで、ぜひペットを飼っている方は参考にしていただければと思います。それではこの動画がいいと思いましたら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。